皆さん、こんにちは。今日のゲーム紹介動画2本目は、校長者ゃ無視キング、グレイスチャンピオンの道2ということでねで、前の馴染み、2です。えっとね、前にもこの話したと思うんだけど、なんか、おっかさんって、ゲーム紹介動画2本目に、グレイスチャンピオンの道2をよく出すよねって言われたんだけど、それは2だからって聞かれたんだけど、多分それも、多分ね、100のうち5はあるんだと思うけど、別にそこまで意識はしてない。ただ、なんか2本目に出しやすいんじゃないかなっていう。別にこれが2本目って固定ではないよ。 例えばなんかゲーム、違うゲームを出した後に、3本目とかで出すかとはあるかもしれんけど。ただこのゲームがね、多分、1本目に来たりとか、5本目に来たりとか、そういうことは多分ないと思う。1とか、4とかはないと思う。あったとして、日カさんかな ?4 は多分ないと思う。やったことがない。で、スパコレ以外のゲーム紹介動画を1本目に出したことありますかっていう質問が前になったんだけど、ない 俺の記憶がある限りない。一本目はもうスパコレって決めてるから。しまるんだよね、スパコレの方が。で、ラスト。必ず、その日の最後の、まあ、二本目以降ね、場合は、グレッシュチャンピオンの道、DS、初代を出すようにしてる。一本の時はスパコレ一本なんだけど、だいたいね、二本取るよっていう時は、だいたい二本目は必ずと言っていいほど、DS かな。多分、初代かなっていう感じです。なんか、 わかりやすくていいかなって思って、その方が。うん。まあ、だから何よって話なんだけど。で、やっとですね、2買いましたっていう人が現れて、おいくらだった奴ら、300円でしたっつったから、あ,あよかったねって。しかも奥さん聞いてくださいよ、ちゃんとカード入ってたんですよ、だから、マジでと思って。あの、初代よりも2の方が、カード入ってる確率が、俺は低いと思ってる。なんてか知らないけど。で、ジョニーカード入ってましたよ、だから、うん、いいよねって,言って。 どっちかっていうと、ジョニーカードの方が色合いが好きですっていう人いるんだけど、俺も、青か緑かって言ったら、緑かな。青が、フレッチちゃん、えっ、ー、とね、ドクターネブ・マスターズカードっていう、青いカードで、見えるかなここに映ってる、ネブ・ハッカゼっていう人のカードなのね。で、まあ、今度カード出した方がいいな。カード、カード見せます。で、ジョニー・マスターズっていうのはこの人、この人この、カウボーイみたいな人この人ジョニーっていうんだけど、この人が持ってるカード がついてきます。どっちが強いとかないんだけどね。あの、あくまでもお飾りカードなんで。あの、ゲームでスキャンすると、ドクターネームマスターズカードだーとか、ジョニーマスターズカードだーって言われるだけ。それ以外、それ,でもそれ以下でもなりません。なんかね、ちょっと、いろいろ喋ってたらもう3分になるのかな、うん。そろそろ切り上げようかな。でもこうやってね、なんか3分もさ、ゲームついて、あ、なんかね、熱くか、暑くでもないんだけど語れるってのはいいことだね。 本当はね、語りたいんだよ。本当はがくんなって語りたいんですよ、時間があれば。10分でも20分でも喋りたいんですよ。でもね、長くなっちゃうからね。切り上げなくちゃっていう。まあ、時間の都合上尺の都合上っていうのがあるんです。またね、時間があったら語りたいと思います。それでは聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。